天城優也さん。あ、はい。優也さん、痩せました？覚えていませんか？思い出していただけました？優也さんにお礼がしたくて。お礼？優也さん、王政学園に行きませんか？超エリート校の。香織様のお父様は王政学園の理事長をしておられ、その話を俺たちを入学させてくれませんか？お断りします。優也さんは私の恩人です。天城様に学園を見ていただいた方がよろしいのでは？さあ行きましょう。王政学園。私が王政学園の理事長、北条司だ。娘を助けてくれてありがとう。頭を上げてください。君に我が学園に来てもらいたいと思ってるんだが、どうだろう？だから今日一日体験入学してみるというのはどうだろうか。入ってくれ。どうも。授業も分かりやすく生徒にも人気なんだ。安心するといい。よし天井、入ってこい。天井ひゆやです。どうぞよろしくお願いいたします。すごいイケメン。すごい。よし天井、お前は窓際の一番後ろに座れ。あ、はい。ねえねえねえ、聞きたいことがあるんだけどさ。ねえ、彼女いる？あ、おい、天井が困ってるじゃねえか。五十嵐亮だ。亮でいいよ。俺食堂で飯食うんだけど、一緒に行かないか？あ、最初は誰でも驚くよな。僕も同じクラスの倉田慎吾。よろしくね、優也くん。どうだったかな、王政学園は。とてもすごかったです。この学園に通ってみないかい？あの、な俺ですが、よろしくお願いします。あ、北条さん。この学校に通っていただけるんですね。自信はないけど。優也さん、この後お時間ありますか？この辺りのお店に皆さん放課後に立ち寄ったりしてるんです。あ、そういえば北条さんはどうして俺のことを分かったんですか？同じ目だったのですぐに分かりましたよ。まだ北条さんなんですね。でなかったら香織と呼んでください。いただきます。ねえ、何？あの二人可愛すぎじゃない？